はい、おはようございます。朝の3分来ました。今日は5月の23日で木曜日です。空はね、ちょっと曇ってますね。風はきついです。今日はね、キューちゃんのね、病院に行きたいと思います。結果が聞けると思うんで、やっぱりね、まあおそらくね大丈夫だとは思うんですけどね、憂鬱もう憂鬱、はっきり言ってね、行きたくない。でももう、ね、行かなしゃあない。もうこういうね、結果を聞きに行ったりね、検査しに行くのね、ほんま嫌なんですよ。どっちかわからん時、もう考えても仕方ないじゃないですか。もう二択なんですよ。問題ありか問題なしか、大抵ね、どっちかというのが判断つかん場合が多いんですよ。それはどういうことかって言ったら、陽性か陰性かで言ったら、まあ中間ぐらいが大体出るんですよ。分からんとか言ってね、僕の経験上そういうのが多い。白か黒かって判断されたらね、分からん、グレーやとか言われるんですよ。とにかくね、結果をね聞くのがね、憂鬱なんですよ。ねえ、けいちゃん落ち着かん。もうこういう時はね、もう考えてもしゃあないからね、考えんようにするんですけどね、もう考えても結果が出ない時は考えない。今日のニュースは熊のことなんですよね。猟友会、熊の駆除を辞退って書いてたんですよ。もう辞退しちゃったんですよ。もうやらんって言って。なんでかというとね、日当が少なすぎる。もうお金がもらえない、払わないで、呼んでみるとね、そこの自治体が払うお金って言ったらね、1日ね、日当で言うたら8500円で、鉄砲撃ったらプラス1500円やったかな。まあそんなもんなんですよ。でもらえるとしたら最大で1万ちょいということでね、この猟友会が熊の駆除を辞退するということになったみたいです。もう子どものバイトじゃないんだからということで。確かにそうですよね。まあ熊の駆除なんか、まあ言うたら命かけてるっていう感じですからね。それで1日8500円だったらね、ちょっとね、やってられないというか、というかね、その猟友会の人たちも別に仕事をしてて、熊の駆除の依頼が来た時に、まあ急に来るじゃないですか。それを、まあ仕事を投げ出してきてるんですよ。まあ都合つけて。それなのに、その金額ではやっぱりおかしいって言ったらおかしいですよね。ねえ、キューちゃん。札幌市の場合は、だいたい2万3000円って書いてたのかな、日当が。でもそこは8500円で、もう熊の駆除はやらんって言って、いうことです。犬のね、抗がん剤とかもあるみたいなんですよね、最近では。あれってどうなんでしょうっていう感じなんですけど。まああれをやるとどうなるのか、人間と同じような症状が出るんでしょうか。同じような症状だったらやっぱり何やらせたくないよなと思うんですけど。は
よくね、書き込みでね、コメントでね、初のね、痩せすぎじゃないかというとかあるんですけどね、体重で言ったらね、適正体重よりちょっと上ぐらいなんですよ。で、痩せすぎてるわけじゃないんですけどね、まあ、キューちゃんもね、はっきり言うと痩せすぎてはない、結構頑丈な方、キューちゃんは重い方かな、圧もちょっと標準より重いですね、言うと適正な体重だと思います。重くなりすぎると足に負担が来るんですよ。まあこれも人間と同じです。太っていくとね、何にも言うことない。ねえ、ゆうちゃん、あ、それでね、犬の場合ね、食欲で言うとね、ほとんど底なしなんですよ。あげたらあげた分だけ多分食べるんですよ。でも後で吐く、後で全部吐きます。で、もう適正なね、量っていうのがあるんですよ。吐かない量で適度なフードの量、もうね、お腹いっぱいにあげたらええっちゅうわけじゃないんです。初のベストな体重で言うたら24キロから25キロ、この前測ったのが 26.5 キロ、まあちょっと重いんですけどね。ねえ、けちゃん、キューちゃんはね、もう筋肉の塊みたいな感じです。もう触ったらわかる、カチカチやもん。ねえ、キューちゃん、という感じです。あ、こっちのバラ咲きました。でもね、肥料が足りないのか、これだけです。こっちの赤いのも咲き出しました。てんちゃん待ってた。てんちゃん、はい、今日のご飯ができました。今日の朝ごはんはもち麦のご飯に残った味噌汁にきんぴらごぼうにサニーレタスです。これね、結構洗ったんですよ。ちょっと傷んでたんで、いいとこだけ取って洗いました。これは卵とね、麩を入れたんですよ。麩、卵、はい、美味しいです。これはきんぴら、きんぴらも美味しいんですよ。あとこのサニーレタス、もうレタスね、高くてね、買えないからね、久しぶりです。もう食感がえ、はい、今日はこんな感じです。じゅんちゃんとキューちゃんはご飯にいます。ハツはね、廊下の方にいます。はい、今日はこんな感じです。